今日は痩せやすい体になる、心も体も気持ちいい全身ストレッチを行っていきましょう。あぐらになって両手膝の上に添えたら、息を吐きながらおへそを見ていきます。吸う息が来たら背筋を伸ばして、目線は上に向けながら背中を少し反らしていきましょう。吐く息、もう一度目線をおへそに向けて背中まん丸にしましょう。吸う息が来たらもう一度背中を反らせて、たっぷり息を吸って胸を開いていきます。呼吸を続けながらゆっくり動いてください。吐く息でお腹ぺたんこにして、吸う息では新鮮な空気を胸たっぷりに届けてあげましょう。背中をまん丸にしながら、お腹がぺったんこになるまで息を吐き切って、その分たっぷりの呼吸を体に届けてあげましょう。ではゆっくり元のあぐらに戻ります。今度は体の前で手を組んで上に伸び上がりましょう。鼻から大きく息を吸って手のひら天井に向けて、吐く息は肩の力ストーンと下ろしていきます。息を吸いながら脇も大きく広げて、吐く息で手を解放していきましょう。今度は体の後ろで指を組んで、吐く息、肩の力ストーンと下ろして拳を床に近づけていきます。鼻から大きく息を吸って、吐く息、拳を床に近づけましょう。余裕がある方は拳を少し床から遠ざけて、さらに胸を大きく開いていきます。では手を解放させましょう。今度は手のひら前向き、肩の高さに広げたら、吐く息、親指くるんと返して天井方向に向けましょう。吸う息が来たら手を返して小指が天井向き、胸も少し開いて目線も斜め上。吐く息が来たら繰り返しましょう。目線はおへそに向けて背中まん丸にする。今度は背中を軽く反らせて、斜め上を見上げて胸を開いていきます。親指を前に倒しながら、二の腕、肩も丸めていきます。今度小指を天井に向けるように手のひら返して、肩胸大きく開きましょう。ラスト、背中を丸めながら、目線はおへそ、首の後ろ側も伸ばして、今度は胸、肩を大きく開いて目線斜め上を見ていきましょう。ではゆっくり前に戻して手も楽に下ろしましょう。では次は立て膝になって右足横に伸ばしましょう。右手は右膝の上、息を吸って左手耳の横に上げたら、吐く息、体を右に倒しましょう。右足でもしっかり床を捉えて、吐く息で体を右に倒します。吸う息では少し背筋を伸ばして、吐く息でまた少し体を倒していきます。ではゆっくり上体を起こして、今度は左手床、右手は耳の横に伸ばしましょう。右の体側の伸びを感じていきます。鼻から大きく息を吸って、肘越天井を見上げて、吐く息、心地いい伸びを感じましょう。右足でもしっかり床を捉えて、ゆっくり手で床を押して上体持ち上げましょう。足を入れ替えます。左足を横に伸ばして、左手膝の上、右手横から上げたら、吐く息、体を左に倒します。鼻から大きく息を吸って、目線は上に向け、吐く息、体を少し倒してみましょう。右の体側、心地いい伸びを味わいます。ではゆっくり体を起こして、
今度は右手を床に下ろして、左手は耳の横に通します。鼻から大きく息を吸って、胸にたっぷりの呼吸届けて、吐く息で体側の伸びを味わいましょう。左の足でも地面をしっかり捉えて、足の先から指先まで伸びているのを感じていきましょう。では上体を起こして足を揃えたら、次で最後になります。あぐらで座って深呼吸をしていきましょう。息を吸って両手横から上げて、吐く息、手を遠くを通しながら下に下げていきます。繰り返しましょう。この6分間でたっぷり動かした体、すっきりしている感覚、心まですっきりした感覚を味わっていきましょう。ラスト、鼻から息を吸って手を上げたら、吐く息、合掌にして胸の前に下ろしましょう。ありがとうございました。皆さん、今日もありがとうございました。どうでしたか？スッキリできましたか？やっぱりね、どうしても普段仕事で疲れたりとか、猫背になって目線も下に向いたりしませんか？でもこの状態の時ってすごい筋肉が緊張状態になってるんですね。なので胸を開いて緊張を解いてあげることで、体がストレスから解放されて本当にスッキリできるんです。なのでぜひね、今日は疲れたなーって時こそストレッチをやってみて、体をスッキリさせてよし、今日も頑張るかって感じでスイッチ入れてみてください。ということで、今日の動画が参考になったら嬉しいです。最後に、こちらの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。